藤原正史君。民主党の藤原正史です。民主党新緑風会を代表して第180回国会における野田内閣総理大臣の施政表明演説以下政府4演説について質問させていただきます。質問に入るのに先立ち一言申し上げます。 3.11 の東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所の事故から早10ヶ月余りが経ちました。改めまして亡くなられた方々のご冥福にお祈り申し上げますとともに、被災された皆さんに心からお見舞い申し上げたいと思います。私は昭和39年に電力会社に就職して以来、約48年、現在の電気事業のものの考え方、価値観と関わってまいりました。特に参議院議員になってからの10年がそうでした。そして昨年3月11日、東日本大震災が発生をいたしました。マスコミを中心として、現在の原子力を中心とするエネルギー源、電力供給体制のあり方が、諸悪の根源のかのごとく喧伝されてまいりました。これらに対し、自らが被災者でありながらも、黙々と復旧作業に勤しむ電力の仲間などから、なんとかならんのか、俺たちがそんなに悪いことしてきたのか、など、悲痛な叫びが私のもとに届けられています。そんな中で改めて48年の我が身を振り返り、現段階で出した私の結論が以下です。一つ目に、東日本大震災は、福島を中心に放射能汚染を伴った過去に例を見ないものであり、このことによって発電所周辺の方々に変えるめどもないまま、ふるさとを捨てざるを得ないなどの打撃を与えた大災害であって、このことは他のどのような理屈でも説明のつく問題ではない。被災された方々に対し国を挙げてご支援申し上げなければならない。二つ目に、一方、1億3000万の民を飢えさせてよいものというものではない。我が国が今日まで、そして今後何をもって国民を食べさせていくのか、国として立国していくのか、冷静な検討が必要である。要はこの二つを一緒にしないで、しかも当面の対策と中長期の対策を分けて考えていく必要があるということであります。昨年の4月、私は経済産業委員会で副大臣に対し、福島第一原子力発電所で復旧に当たっている者もまた被災者であり、必死に復旧に勤しんでいる、世論から悪者のように言われながら家族ともども復旧等に勤しんでいる者たち、原子力が国策民営と言われる中で、何の責任もない多くの仲間が危険を顧みずひたすら復旧に勤しんでいる、この人たちに声をかけてやってください、副大臣、とお願いしました。これに対し、松下副大臣は快く対応していただきました。総理、ステップ2を達成し、ようやく現場は一息ついたかもしれませんが、これまでのこと、長く続くこれからのことを考えて、国民の代表としての総理からも、現場の人たちに声をかけてやっていただきたいと思います。東京電力にすべての責任があるかのように言われる理由の一つに、原子力損害賠償法、いわゆる原賠法ですね、特に原子力事業者に無過失責任を負わすことを定めた第三条があると思います。民法の原則は過失責任です。ただ、原子力の場合、原告となる被災者には訴訟能力はあるのだろうか。
たとえ訴訟を起こし、勝訴しても賠償を得られるのはいつのことになるのであろうか。ということを考えれば、民法の特例として原子力事業者の無過失責任となっていることも十分理解はできるわけであります。でもそれは賠償金の仮払いを命令するとき、このことを国が十分説明しなければ、やっぱり東電が悪いことをしてるから払ってんねやで、ということになってしまいます。私は原子力事業者に過失がないとは一言も言っておりません。しかし、過失の有無を問わずに原子力事業者に賠償責任を負わすのが原子力損害賠償法の精神であることを十分に踏まえて対応する必要があるのではないでしょうか。またよく引き合いに出される JAL との違いも含めて枝野経済産業大臣のご見解を受けたまりたいと思います。次に地球温暖化問題についてお尋ねします。子々孫孫に美しい地球を残すことは人々に課せられた壮大な課題であり、何人たりともこれを否定することはできません。しかしそれをそれぞれの国がどう分担し対応するかということを決めようとしますと、取り決めに拘束力を持てば持つほど血の雨が降るのです。それは国際的な地球温暖化対策交渉が一皮むけば経済戦争だからです。その意味で鳩山元総理が国連演説で表明された1990年比で言えば2020年までに 25% を削減を目指すの前提、世界のすべての主要国による公平かつ実効性のある国際枠組みの構築は地球温暖化対策の真理を述べたものであり、称賛に値します。そこで地球温暖化対策が経済成長を阻害することを嫌う国や、これで金儲けをしようとする国など、多くの国の利害が対立する中で、日本はポスト京都議定書にどう臨もうとしているのでしょうか。総理の決意をお伺いします。次に TPP 協定交渉参加についてお尋ねします。昨年末に南アフリカで開催された第17回気候変動枠組み条約締約国会議における政府の交渉は称賛すべきものでありました。安易に妥協し、国益を失うことなく、世界のすべての主要国における公平かつ実効性のある国際枠組みの構築という原則を堅持し、将来の枠組みに関し、法的文書を作成するための新しい作業部会の立ち上げが合意されたのは、我が国外交の重要な成果であります。総理は、アジア太平洋地域の安定と繁栄を実現する先駆けとして、FTAP 構想の実現を挙げ、TPP 協定への参加交渉に向けた関係国との協議を進めていくことを明言されました。一方で、TPP 交渉参加については反対の声の根強いことも事実です。反対される方々の一番の不安は、弱腰の日本が TPP 協定への交渉に参加すれば、関係国のカモにされ、国益を損ねる協定を締結してしまうのではないか、というものではないでしょうか。反対される方々の不安を取り除く意味でも、TPP 交渉参加にあたっての総理の決意をお尋ねいただきたいと思います。次に経済情勢の認識についてお尋ねします。東日本大震災により我が国経済は一時期停滞を余儀なくされましたが、昨年半ばに震災前に近い水準まで回復いたしました。しかし秋以降は欧州の信用不安を受けた世界経済の減速や歴史的な円高の進行、そしてタイの洪水被害も相まって、輸出が牽引する構造の我が国経済は再び厳しい局面に立たされています。まず、日本経済の現状をどのように見ておられるのか、総理の認識を伺います。お伺いいたします。次にデフレ経済の脱却についてお尋ねします。我が国経済を長年にわたり停滞させているのがデフレです。我が国経済は需要の低迷、物価の下落、
賃金の減少という悪循環から未だ抜け出せておらず、金融政策の効果も限定的と言わざるを得ません。デフレ脱却の戦略をどのように描いておられるのか、総理にお伺いいたします。次に産業空洞化対策についてお尋ねします。産業の空洞化が叫ばれて久しい日本にあって、産業対策をどう講じていくか、すなわちこの国の民、1億3000万人を飢えさせない手立てを考える必要があります。世界経済の減速もさながら、去ることながら、現在の我が国経済の最大の足かせは円高です。企業の懸命な努力が投機的な円高で吹き飛んでしまうような、そういう状況は一刻も早く是正しなければなりません。まだ国内製造業は円高をはじめとするいわゆる五重苦と言われる厳しい状況にありますが、それに加えて電力供給不安まで抱え、六重苦という環境下で製造業の現場では悲鳴にも似た声が上がっています。刻一刻と進む国内産業の空洞化と雇用の流出を何としても阻止しなければなりません。こうした状況に対する国の債務をどのようにお考えでしょうか。総理のご所見をお聞かせください。次にエネルギー政策の見直しについてお尋ねします。今日大きな懸案事項となっているホルムズ海峡問題でエネルギーセキュリティの重要性が再認識されました。エネルギーセキュリティについては基本に立ち返って再度強化を図る必要があると考えております。エネルギー自給率がわずかに 4% しかない日本にとって、エネルギーの選択肢を数多く持つことが極めて重要です。石油、石炭、LNG の化石燃料、風力、太陽光などの再生可能エネルギーだけではなくて、燃料調達の国際交渉力をはじめとする競争力の維持という観点からも、原子力を含めたベストミックスの構築が不可欠と考えますが、総理のご所見をお聞かせください。24日の施政方針における経済再生のためには、エネルギー政策の再構築が欠かせない。そのためには国民の安心安全を確保することを大前提にしつつ、経済への影響、環境保護、安全保障などを複眼的に眺める観点から、視点が必要です。のくだりは素晴らしいものでございました。その点、その上で申し上げます。今回のエネルギー政策の見直しにあたっては、理想や感情論だけではなくて、国際情勢、日本のエネルギー需給の実態等も踏まえ、時間軸や計画がうまくいかなかった場合の代替手段なども考慮し、地に足のついた議論をすべきだと考えますが、総理のご見解をお聞かせください。次に電力体制の見直しについてお尋ねします。電力システムの見直しについては、最近の報道では、再生可能エネルギー等、分散型電源の導入や発送電分離という形や体制論ばっかりが先行して、当面の対策と今後時間をかけなければならないことがごちゃごちゃになっているような気がいたします。また、発送電分離さえすればすべてうまくいく、何の問題も生じないかのような夢のような話がされておりますが、本当なんでしょうか。まずは何のための、誰のための改革なのか、そしてそのリスクは誰が負うのかをオープンな場で慎重な議論をする必要があるのではないかと考えます。すなわち良いとこ取りだけではなく、良いも悪いも結果のすべてに責任を持つ論議と参加こそが必要だと思います。そして日本型の電力体制を導くべきだと考えますが、枝野産業大臣のご所見をお伺いいたします。またあるべき電力システムの体制は、その時点での電力や経済を取り巻く実態、目指すエネルギーのベストミックスによって異なってくるものです。ベストミックスはどうあるべきかを整理した上で議論すべきだと考えますが、ご見解をお伺いいたします。さらに全体のエネルギー政策の検討時期との関係はどうなるのでしょうか。併せて答弁を お願いいたします。次に原子力再稼働についてお尋ねします。電力会社に関係のない私の友人には、必死に頑張って
停電を回避したらサバを呼んでたとマスコミに言われるで、そんなんやったら最初から頑張らん方がええでと言う人もいます。しかし電力供給の職場では一人として停電したらええと思っているやつはいません。結果的に需給の数字にサバを呼んでたと言われたとしても、何としても停電は起こさんと皆さん必死で頑張っていました。停電が産業や生活にどれだけダメージを与えるものなのか、供給責任を果たすという強い使命感を持っておるからであります。国内の原子力54基のうち1月末の運転中は3基だけで、4月末には全部止まる見込みです。エネルギー環境会議が公表した需給見通しによれば、今年の夏は50ヘルツ、60ヘルツ地域とも1割前後の供給力不足となることが予測されております。またこれを原子力を火力発電で代替すると1年間に3兆円もの燃料費増加リスクがあるとの試算を示しております。実際に先週公表された貿易統計によりますと、2011年の貿易収支は火力発電の燃料となる LNG の輸入増加量や価格上昇などにより、第二次オイルショックのあった1980年以来、31年ぶりの貿易赤字に転じています。ホルムズ海峡問題もあります。将来の我が国のエネルギー問題をじっくり腰を据えて検討をすればよいのです。まずは、今夏の需給、電力需給を何としてもバランスさせなければなりません。安全確保を大前提とした原子力の再稼働をはじめ、この夏のエネルギー対応策について、総理の決意をお聞かせ願いたい。最後に、社会保障と税の一体改革についてお伺いしたいと思います。総理は施政方針演説で現在の社会保障制度に対する危機感、その改革についての付帯点の決意を述べられました。またその中で、引き上げ後の消費税、税収は現行分の地方消費税を除く全額を社会保障の費用に充て、すべて国民の皆さんに還元します。官の肥大化には決して使いませんと述べられました。歴代の政権が解決できず、先送りしてきた問題に、真正面から取り組む姿勢、また受益と負担、使途を明確にした上で増税に対する理解を求める真摯な姿勢に敬意を表します。しかし、世間では増税内閣と財務省が好きに使えるお金をかき集めるだけかのごとく言われ、十分理解を得るに至っておりません。一旦課税してしまうと受益と負担の関係を棚に上げ、あたかも政府が自由にできるお金かのごとく使ってきたことが国民的理解を得るに至っていない一因ではないでしょうか。総理は一体改革の中で特別会計改革にも取り組まれると述べられています。特別会計改革にあたってはお金がないから、現在払っているお金だからと一律に一般会計化するのではなく、受益と負担の関係から目的税や特定財源として特定の財に課税してきたことに鑑み、剰余が出る際には減税、不要となった場合には廃止するということが筋と考えますが、いかがでしょうか。総理、財務大臣のご所見を伺って質問を締めくくりたいと思います。どうもありがとうございました。内閣総理大臣、野田佳彦君。民主党藤原議員から、私には10問のご質問がございました。まず第一に、現場作業員に関するお尋ねがございました。私も総理就任直後の昨年の9月、
東電福島第一原発を訪問させていただきました。昼夜を問わず過酷な現場において作業を続けていただいている現場の作業員の皆様に頭の下がる思いであり、私も現場で激励と感謝の言葉を述べさせていただきました。日本を原発事故から救うために行われたステップ2達成に至るまでの献身的な行為に国民を代表して改めて感謝を申し上げます。ステップ2は完了したものの、原発事故との戦いがすべて終わるわけではございません。今後も安全健康に留意しつつ、気を抜くことなく忍耐強く作業に取り組んでいただきたく存じます。政府としても安全維持に万全を期しながら、廃炉に至る最後の最後まで全力を挙げて取り組みを進めてまいります。第二に、2013年以降の地球温暖化対策に関するご質問をいただきました。昨年末の COP17 においては、我が国の目指すすべての主要国が参加する公平かつ実効性のある国際枠組みの構築に向けた前進を得ることができました。引き続き我が国としても排出削減に向けた取り組みを進めるとともに、世界全体での低酸素成長の実現に貢献しつつ、すべての主要国が参加する枠組みの構築に向けて国際交渉に積極的に参画をしてまいります。なおその際、日本の優れた環境エネルギー技術による削減が適切に評価される仕組みになるよう取り組んでまいりたいと考えております。続いて TPP 協定交渉への参加についてのお尋ねがございました。世界の成長センターであるアジア太平洋地域の力強い成長を促し、膨大なインフラ需要や巨大な新中間層の購買力を取り込んでいくことは、我が国自体に豊かさと活力をもたらすものと考えております。このような観点から、我が国はアジア太平洋自由貿易圏 FTARP の実現を目指していますが、 TPP はその実現に向けた重要な地域的取り組みの一つと考えております。現在 TPP の交渉参加に向けて関係国との協議を進めておりますが、各国が我が国に求めるものについてさらなる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って結論を得てまいります。いずれにしても TPP 協定交渉に参加する場合には、守るべきは守り抜き、勝ち取るものは勝ち取るべく、国益を最大限に実現をするために全力を尽くしてまいります。次に、日本経済の現状認識についてのお尋ねがございました。我が国の景気は大震災の影響により大きく落ち込んだ後、サプライチェーンの立て直しなどにより持ち直してきておりますが、欧州政府債務危機の顕在化による世界経済の減速などから、そのテンポが緩やかになってきております。先行きについては景気の緩やかな持ち直し傾向が続くと期待されますが、一方で欧州債務危機の影響等により海外景気が下振れするリスクに十分留意する必要があると認識をしております。続いて、デフレ脱却に関するご質問がありました。政府としては、歴史的な円高と長引くデフレを克服するため、金融政策を行う日本銀行との一層の連携強化を図り、切れ目ない経済財政運営を行ってまいります。具体的には新成長戦略の実行を加速するとともに、日本再生戦略を年をまでに策定し、官民が一体となって着実に実行するなど、日本経済の再生に全力で取り組み、中長期的に持続的な経済成長につなげてまいります。また24年度予算にも日本再生のためのプロジェクトを数多く盛り込んでおり、その早期成立を図ります。続いて、産業空洞化対策についてご質問をいただきました。我が国は歴史的な円高や産業の空洞化の危機に直面をしています。このため産業空洞化を阻止する国の決意を行動で示すべく、昨年10月に円高への総合的対応策を閣議決定し、3次補正予算ではこれまで措置した累計額の約3倍となる5000億円の立地補助金の拡充や住宅エコポイント制度の再開など、あらゆる政策手段を講じてきたところでございます。また為替市場の過度な変動は経済金融の安定に悪影響を及ぼすものであり、引き続き市場を注視し適切に対応してまいります。加えて電力供給不足も
産業立地にとっては大きな支障となります。このため電力需給の安定に向けて万全の取り組みをしてまいります。こうした産業や雇用の流出を防止する取り組みに加えて新たな産業を生み出すことが極めて重要であります。このため農業、エネルギー環境、医療、介護といった新たな需要を生み出す分野でのイノベーションを推進するとともに、日本の優れたコンテンツや地域資源を最大限生かすなど、新たな産業の芽を育てていくための環境を整備をしてまいります。エネルギー政策についてのご質問をいただきました。エネルギー政策の再構築の検討においては、経済への影響、環境保護、安全保障などを複眼的に眺める視点が必要でございます。その際、ご指摘のとおり、燃料調達における国際交渉力の維持という視点や、流動的な国際エネルギー情勢等を踏まえた柔軟な対応をという視点も重要であると認識をしております。化石燃料が高騰する中で、足元の電力需給の逼迫を回避しながら、温室効果ガスの排出を削減し、中長期的に原子力への依存度を最大限に低減させていかなければなりません。現在、国民が安心できる中長期的なエネルギー構成を目指して、ゼロベースでの見直し作業を進めているところであります。幅広く国民各層のご意見をお伺いをしながら、委員ご指摘のとおり、冷静に検討を進め、今年の夏をめどに新しい戦略と計画を取りまとめてまいります。続いて、今年の夏の電力需給対策についてのお尋ねがございました。今年の夏のエネルギー需給の見倒しについては、仮に原子力発電所の再起動がなく、2010年夏並みのピーク需要となり、有効な対策を講じなかった場合には、約1割の電力需給ギャップが生じる見通しとなっております。このため、昨年11月にエネルギー需給安定行動計画を決定をいたしました。この計画に沿って予算措置や規制制度改革などあらゆる施策を総動員をし、供給力の積み増しと省エネの促進を図り、エネルギー需給の安定に万全を期してまいります。なお、定期検査で停止中の原子力発電所の再稼働にあたりましては、 IAEA によるレビューを受けた上で、事業者が行ったストレステストを保安院が評価し、さらにその妥当性を原子力安全委員会が確認した上で、地元の理解や国民の信頼が得られているかという点も含めて、政治レベルで総合的な判断を行ってまいります。続いて、消費税収の使途についてのお尋ねがございました。今回の改革による消費税の増税分は、全額を社会保障財源化し、すべての国民の皆様に還元し、官の肥大化には決して使いません。これを具体化するため、国分の消費税収については、全額社会保障4経費に充てることを消費税法に規定するとともに、会計上も毎年度の予算等において、使途を明確化することとしております。地方分についても、使途を明確化することとし、国、地方を通じて、現行の地方消費税を除く消費税収の全額が、官の肥大化には使われず、国民に還元されることが国民に分かりやすい形で示せるよう、検討を進めてまいります。また、改革の意義や具体的な内容を分かりやすくお伝えをしていく努力が欠かせないと考えております。私と関係閣僚が先頭に立って、国民の皆様への情報発信に全力を尽くしてまいります。次に、特別会計改革と目的税や特定財源についてのご質問をいただきました。特別会計改革については、先週閣議決定した基本方針に沿って、恒久的な税収は一般会計に計上することにより、国全体の財政状況の総乱性を高めていくべきとの基本的な考え方のもと、改革を進めてまいります。このような観点から、目的税や特定財源については、現在の厳しい財政状況、社会経済情勢の変化、対象事業の範囲や受益と負担との関係などを踏まえつつ、不断の見直しを行ってまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。経済産業大臣、枝野幸男君。
藤原議員にお答えをいたします。まず原子力事故の賠償に関するご質問をいただきました。原子力事業者は過失の有無を問わず、JAL などの一般企業にはない原子力賠償法に基づく原子力損害についての賠償責任を課せられていますが、これは原子力損害の被害者に対して迅速に救済が図られることを目的としたものでございます。議員ご指摘のとおり、現場の事故収集作業に当たっていただいた原子力事業者の社員の方、取引企業の方、あるいは下請け企業の皆さんのそのご努力は大変頭の下がる思いでございまして、私からも感謝と敬意の念を表したいというふうに思いますが、ただこうした個々の皆さんのご努力やご尽力とは別として、これまでの原子力政策、そして原発立地を国と一体となって進めてきたという経緯に鑑みれば、過失の有無を問わず電力事業者がこうした責任を負っているという現行制度は一定の合理性があるものというふうに考えております。したがって今回の事故による原子力損害に関しても現場法に基づいて一義的には東京電力が責任を負うものでべきものであります。一方政府としてもこうした社会的な責任を踏まえ、現場法の趣旨を踏まえつつ被害者救済に万全を期すため原子力損害賠償支援機構による支援や仮払い法の規定に基づく仮払い等を進めており、今後も東京電力とともに迅速かつ適切な原子力損害賠償の推進に万全を期してまいります。次に電力システムの見直しやその議論のあり方に関するご質問をいただきました。東日本大震災によって我が国電力供給システムに内在していたさまざまな問題点が顕在化いたしました。電力システム改革はこれらの問題を克服するために行うものであり、例えば柔軟な需給抑制の仕組みや多様な供給者の参入は需給逼迫の状況だからこそ対策が急がれる論点であります。また国民のため国益のため従来のシステムがベストであるとの前提には立たず、ご指摘のとおり発送電分離等も議論の論点ではありますが、発送電分離で全てがうまくいくなどということは思ってはおりません。まさに白紙から我が国の電力供給システムを見直していくことといたしております。特に先ほど申しました、国も一体となるような形で原子力政策を推進してきた、そうした中でこうした大変大きな事故で、福島県民の皆さんをはじめ多くの国民の皆さんにご迷惑をかけているという状況の中では、現状のシステムを前提としない白紙からのシステムの下でいかにして再生可能エネルギーを増やすのか、はじめとして原発依存からの脱却に向けた最大限の努力を同時並行で進めることなしには他の電力政策、エネルギー政策について何を言っても国民の皆さんから私は理解を得ることはできないと思っておりますので、同時並行で進めていくことが重要だと思っております。いずれにしても今後定年で安定的な電力供給を実現する、このことが目的であります。そしてそのためのより競争的で開かれた電力市場を構築することに向けて、総合資源エネルギー調査会に設置した電力システム改革専門委員会の場でオープンかつ丁寧に議論を進めてまいります。次にベストミックスとの関係や全体のエネルギー政策の検討時期との関係についてご質問いただきました。望ましいエネルギーミックスのあり方は総合資源エネルギー調査会の基本問題委員会においてこれから具体的なご議論をいただく予定ですが、基本的方向としては昨年末に一つ需要家の行動様式や社会インフラの変革をも視野に入れ省エネルギー節電対策を抜本的に強化すること、二つ再生可能エネルギーの開発利用を最大限加速させること、三つ天然ガスシフトをはじめ環境負荷に最大限配慮しながら化石燃料を有効活用すること、四つ原子力発電への依存度をできる限り低減させることの四点が示されており、電力システム改革についてもこの基本的な方向に沿った検討を進めることといたしております。この夏に革新的エネルギー環境戦略やエネルギー基本計画を取りまとめることとしておりますが、これらの戦略を実際に実行する上では電力システムが重要なものでありますので、電力システム改革専門委員会での議論、これと連動させながらほぼ同時期に結論を出せるように考えております。以上でございます。財務大臣安住淳君。
先ほど総理からもお答えありましたように、特別会計改革については、先週閣議決定をいたしました特別会計改革の基本方針に沿って、国全体の財政状況の総乱性を向上させるとの基本的な考えのもと、改革を進めていきたいと思っております。また、目的税や特定財源のについては、一般論として、現在の厳しい財政状況や社会経済情勢の変化を踏まえ、不断の見直しを行ってまいります。なお、エネルギー対策特会など、個々の特別会計のあり方については、それぞれの特性や役割も踏まえつつ、今後改革に取り組んでまいりたいと思います。以上です。